けれども、その大人になるまでの、その長い道、どうやって生きたらいいんだろうみたいな、それはね、本当にね、あの、中二病的な考え方ですよね。もう中二病になると大人に近づいてくると、もう生きてるのが辛くて辛くしょうがなくなるんですよね。で、こういう本を、どんな本を読んでも、やっぱりね、あの、どういう風に生きていきましょうって書いてないんですよ。だから、みんながダザヨ様を読んで、ダザヨ様はなんかそれらしきことをね、やっぱ言ってくれるんですよ。 あの大人になればあの大丈夫になるけどじゃあその大人になるまでは私たちはどうすればいいのみたいなねこういうなんかこういうところがやっぱり <laughs> 中流病の人たちにあのアピールする素晴らしい場面でもねこれでもねやっぱり答えにはな,なってないですよね答えにはなってないんだけどやっぱりなんか言ってもらいたかったことを言ってるみたいな。